体温計測ったら×って出たもん、さっき。こう体温計測ったらこう。
赤くなっちゃってもうダメだよ。でも罰しか出ないっす。出ないっす。明日から営業中です。明日からもう休もうかな。で、まあ、五品をね、やっていくんですけど、まあ、僕らね、ただ当てていくだけだったらつまらない。ただね、失敗してもつまらない。なんか罰ゲームが欲しいんじゃないかということで、ビトン君が、まあ、普段は僕らの顔をいじくることなんて、まあ、もう本当天地ひっくり返ってもないんですけど、はい、ないですね。今回は特別にビトン君が、もう僕らの顔をめちゃくちゃにしちゃおうと。だから、一条夏っていうこのフェイスがあります。気づいた時には、お前誰だっていうぐらいの顔面にしてもらおうかなっていうことで、ここに筆ペンを用意してあります。筆ペンを。えらいことになるかもしれないし、でもまあね、全問正解の場合ね、全問正解の場合、それでも書きたいっす。全問正解の場合は多分いつも毎度毎度の通り噂の会長さんが見てくれてると思うんで、はい、お店帰ったら賞金がボンと出てくると思うんで、おーおー、皆さん本気でね、本気でやりましょう。全問正解になってきます。全問正解をね、はい、狙って、お金のために。そうそう、ただここちょっとスタジオが別で、もしこれで書かれた場合、これとかかるけど、僕らこのまま帰らないといけないんで、お店まで、まあみんなの笑い物になって帰るのかです、ね、かっこいいままで帰るのかは、うん、まあ俺らの日頃のね、まあ、何を食べてるのかで分かるんで、翔くんはい、ちなみにいいもんって言ったら最近何食べた？マック最近ですか？僕はマックめっちゃいいっすね。マックあのグランシリーズ食べました。グランシリーズ食べた。めっちゃ美味しかったです。あれが一番高い。一番高いっすね、今週のご飯。芋食ってるやん。芋食ってるね。芋食ってる。まあそんな勝負は絶対に 100% 大丈夫だということで、まああと何、4分ぐらい、4分ぐらいかな。4品いけちゃう、5品いけちゃう。まあ多分いけますけど、まあ、コメントちょっと拾いますね。はい、皆さん手振ってください。はい、手振ってっていうリクエストがあったんでね。ハットの子イケメンですとかね。ありがとうございます。リオ君髪色変わったとか見た通り、見た通り、見た通り、テンション低いよね。なんでテンション低いかちょっと言ってごらん。ドライアイで、喋れないっすよ。こいつ、通常のテンションが低い時あるんですよ、たまに。その理由が目が痛すぎて喋れないっていう。マジで、本当に目が 痛すぎて喋りたくないっていうほとんどで。いや、なんでな、ほら、お前なの、まあ、俺はもう常にこうやって目いじりながらさ、めっちゃ鼻声。そう、今日せっかくこういう企画なのに鼻が詰まってね、できないかもしれないからね。まあでもそんなね、ね、プレミアムリボでも、プレミアムリオでも、リボでもなくてリボでもね、はい、プレミアムリオでも、はい、プレミアムリオでも、プレミアムリオでも、まあわかるでしょ。いいですね。楽勝でしょ。僕ホスト界のガクトって呼ばれてるんでね。あ、奇遇だね。俺も一般人のガクトって呼ばれてる。まあ僕ホスト界だ。翔くんは名古屋のガクトです。えらい狭いね。ちょっと、まあそうですね、人口700。お前それだったら中区のガクトとか言っとけよ。等身長。ちょっとお前、喋っちゃダメだからピーしといて。あ、これでちょうどいいぐらいだな。3つでこんな顔でかいですか、僕。でかいよ。3つもいい。でかいでかい。ほらほらほら。あ、リオ、妊娠しちゃった？しん。妊娠生みたいなね、これ。ほら。マネージャーも3つですわ。全員3つだろ、大体。多分、ナツさんも2つぐらいで。ほんと、俺多分1個できちゃうんだよ。1個でいけますね。1個できちゃうね。小さい。多分、1個できちゃうね。罰はやめよう、罰は。俺今気づいたんだ。誰の方が。罰はやめようね、罰は。ね、あ、そう。どうしても全部。てなわけで、じゃあ皆さんそろそろ準備をしていきましょうか。今日はね、アイマスクもちゃんと用意してね。最初は何？飲み物から。最初は飲み物からいきます。飲み物から。はい。じゃあこういう漫談、大体いつも10分くらいは漫談するんで、そっからなんで、そうですね、ぜひ。じゃあもう今から笑っちゃって。だからね、皆さん。はーい。はいね、もう目隠ししてくださーい。本当に見え、何もやるかな。ね、まず飲み物からだよね。そうですね。はい。ちょっと飲み物隠れてる。じゃあね、用意していく間にね、いろいろとね、喋りも入れてきながらやっていきますけども。はい。あ、これは今みんな目隠ししてる状態で。これは目隠ししてる状態で、もう適当に喋ってこう。最近何したとか、まあ向こうでちょっと準備してるんで。はい。そうなんです。でね、見てる皆さんには先に正解の方を教えておきますのでね。はい。はい、お願いいたします。何も見えんな。
はい、ビトン君ね、はい、目の前が水色いな、ね、わかりますか。俺目の前がピンクなんだけど、エッチなことで考えてんのかな。僕水色す大丈夫ですか。爽やかすぎるだろ、うん、え、見えてるんですか。あのフリートークとは言ってもね、あの真っ黒見たことしゃべってないんですよ。俺水色す。え、はい、それでは、ね、見てる方も分かったところで、さあ皆さん目隠しの方外してください。はい、はい、イケメンまた登場です。本当に目隠ししてます。マジで見えんから、これマジで見えん。そうだね、いいですか皆さん。はい、コカ・コーラだと思う方を当ててください、ね、コカ・コーラだと思う。ほんと一斉にあげればいいんだね、はい、そうですね。オッケーオッケー、どっちがいい、丸がいい。アシスタントのバニーちゃんが今配ってますから、はい、せーのでいけないな、うん、ね、はい、アシスタントのデブーちゃんが配ってるんで、こちら A の方と B の方ね、はい、持ってきます、ね、A と B を A だから、モノノルさんじゃもうね、うん、それにヒントは言ったからな。本気で OK です。いや、話そうとのマジやべ。さあ、いいですか皆さん、テレビティングの方の準備はできましたか。はい、はい、それではね、さあ、ではまずじゃあ A からいきます、はい、じゃあ皆さん A からね、 A からね、進行するから A からじゃあ行こっか。俺もう匂いで分かった、お俺も匂いで楽勝だ。俺コーラよ、お前1日俺何本飲んでると思うの。35本ぐらい飲んでる。35区ですか。35、え、35区うっそ、60兆。細胞がね、わかったわかった。ちなみに何と何、ペプシコーラとコカ・コーラです。うん、B 飲んで。あ、もう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 、こんな簡単なもの出してきてふざけんなよと。はい、じゃあ続きまして B の方、ね、はい、見てる皆さんはこのね、あの喋りがどう影響されるか。もう匂いで全然違う、もう全然違うもん、もう全然違う、うん、ここはじゃあ満場一致で正解いきますね、うん、わかんないな。一人わかんないって言ってる。はい、決まった。うん、おー、俺もね、全然楽勝。こんなもん全然楽勝よ。ちょっと待って。いやー、決まりましたね。うん、はい、もう匂いで違う。もう飲まなくてもわかるわ、俺。さあ、皆さん、考えまとまりましたか。両方コーラだから。コカ・コーラだと思う方ですよ。リュウト君、わかってます。ペプシコーラとコカ・コーラがあるんで。はい、飲んでコカ・コーラだと思う方の札を上げてくださいね。はい、わ、はい、かりました。はい、それでは皆さん、ちょっとバカなんで一緒に行きましょう。行きますよ、行きますよ。ちょっと待ってね、オッケー、行きますよ、せーの、ドン。はい、一人だけ違う。もっとね、ショクが A A A の方、え、あとの皆さんは B B の絶対 B、 B、 B ですよ、これは絶対 B、はい、さあ、それでは、なんか画面の皆さんね、正解分かってると思いますけど、正解の方を発表いたします。はい、はい、正解は B。 イエーイ、はい、お前もう一番なし。いや、これは分かるでしょ。こんな匂いで分かるよ。飲まんでも全然違うもん。この A 甘ったるいわ。そうね、匂いで分かるよね。ペプシの方がなんか甘いですね。お前も、もうこれね、体積してもいいよ。ちょっと無臭だもん俺、コーラこんな分かりますよ。ペプシは匂いがきついんだ。へえ。で、はい、じゃあね、皆さんお楽しみだね。あの顔にじゃんじゃん書いちゃうんでよろしくみたいなタイムのおビトン君がニヤニヤして悪い顔しとるね、ほんとに。ねえ、役職ね、上の人間ですからね。はい、いただいてきまーす。どこ書くのかね。まあ王道ですね、王道ですね。もう面白い、もう面白いやん。あんたそれで書いたのか。くそい。あんたそれで帰るのよ。はい、うん、くそい、文句言うな、外れた野郎が。まずは、まずはこのぐらいで。お前は、お前は二度とコーラを飲む。お前は、お前なんか二度とコーラを飲むんじゃねえぞ。まずはこのぐらいで。まあでもなんかチャップリンみたいな。ちょっとアップアップでね、ちゃんとね、マックぐらいしか行ってないもんで、カメラでね。変わってない。まあ、序盤なんで、はい、じゃあ次ね、パーパーもう15分なんでね、じゃあ次ね、パー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 いきましょうか、はいはい、じゃあまた俺らまたアイマスク、じゃあこれちょっと下げます、アイマスクをします。下げます。アイマスク、あ、あのお題だけは先に発表しますね。俺次はパンです。パン、はい、
パン下げます。パンも食べていただきますからね。ふざけんなお前。もらえますけやね。じゃあさあ大丈夫ですか。準備できましたか。もうパンなんてもう俺毎日食べてるからね。もう嫌いやねんけど。出勤する前パン、寝る前もパン、お休みの時もパン、寝とる時もパン、パン、パン、めっちゃ気持ちいい。でパンだパンって言ってる。ね。そう今バカにしてました指さして。さあ。おお、なんで見えてんだよ。それではね、画面の前の皆様には、はい、それでは正解の方を見せしますからね。さあ、はい、こちらがこれですね。さあ続きまして、ね、こちらの方、はい、どうぞ。はい、はよして。はい、はい、わかりましたか。はい、それではね、いきますよ。はい、皆さんアイマスクの方を外してください。はい、はい、はい、さあそれではね、パンなんかほんとめっちゃ楽勝で分かっちゃうけど、いいの？毎日食ってますよね。もう毎日食べてるよ俺は。じゃあ皆さん口開けて準備してください。水戸くんが放り込んでいきますんで。あ、この置いていくか。匂い嗅いだらあかんだよな。はい、匂いだ。匂いはダメなの、はい、ダメなんだ。え、はい、何と何が結局あるの。どちらかが1枚20円のパンです。1枚20円のパン、20円。そしてもう1枚は1枚120円のパンになります。120円のパン、まあまあまあ100円も下がったら分かるよね。俺は簡単よ。うん、分かるよ。で、どっちのパンを当てればいいの。高い方のパンを当ててください。あ、分かりました。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ食べて。さあ、それでは行きましょう。当てるか。それではね、楽勝ですね。ショック、はい、お口ちゃーして、はい、お口ちゃー。はい、美徳、マイクにぶつからない。絶対当てますもん。いかんすよ、せーの、ドン。はい、じゃあ、リオ君もね。はい、リオ君、はい、これが今 A のパンだね。これが A のパンですね。はい、はい、どうぞ。はい、続きまして。パンはいただきます。ベルの上で転がして食べるのよ。マシュマロですか。あん、あお、あーあーあああ、そんな、あーこう、あーもう食感が分かるわ、もう食感で、うん、もう食べなくてもいいぐらいかな。じゃあ B は食べないですか。食べます。俺ね、俺分かれるの嫌だし。そうじゃね、うん、B の方いきますよ。 B の方、はい、うん、簡単だわ。簡単、いただきます。ね、簡単ですか。簡単、簡単だね、これじゃ。うん、もうどっちがどっちか分かっちゃう俺。え、決まった。うん、俺も俺も。はい、大丈夫ですか。 OK です。さあ、それではね、画面の皆さん、はい、ではね、正解分かってると思いますので、いきますよ。それでは A か B かお願いします。せーの、ドン。お、これも全員一致？絶対 A、 高いパンだよね。はい、高いパンですね。絶対 A。 はい、ではね、正解をいきましょう。正解は A でございます。おー、やったー。結構ドキドキだからね、マジで。これちょっと俺も分かったっすね。結構ドキドキ、マジでドキドキだから。あの、食べたから絶対分かるって言ったら、そう思っちゃうもん。ん？いける、食べたら分かる、食べたら分かる、分かりますよ。それではね、ちょっとちょっと行きますか。はい、ちょっとちょっと行きますか。はい、じゃあ次はね、また飲み物編でございます。はい、飲み物編で。次は何ですか。わかりました。次はビールですか。ビールか。そうですね、皆さんね、よくお酒を飲まれると思いますので。いいえ。ね。さすがにね、ビールの目利きもできるだろうということで。ビールは分かったらホストやめまーす。間違いない。もう。いい音させますよ。ビール分からんかったらね。はい、てかもうビール一緒のま。もうビール分からんかったら、もうどんだけ落書きしてくれても構わんよっていうぐらい、ビールなんかもう毎日飲んでね。飲んでないですね。飲んでないか分かるの。要は。あ、そうですね。そうですね。いやー、今日飲んでねえな。飲んでないか分かるの。さあね、今画面上にはね、画面上、もう視聴者さんがね。ちなみに何と何のビール。はい、こちら、スーパードライさんと、お、アサヒ。キリンラガーさんでございます。キリンラガー。あ、もう分からんかったらホストやめろ、はい、俺もやめろ。あのね、俺らどんだけアサヒ飲んでる、もうここアサヒでできとるよ。ですね。うん、うちで出るビール基本アサヒだからね。これ分からんかったらこれ、はい、行きましょう。はい、正解の方お願いします。はい、これね、はい、こちらが
はい、こちらです。はい、そしてこちらが、はい、こちらでございます。さあね、では皆様、飲み物ですので目隠しの方を取ってください。はい、はい、ね、いて、ああ、なんか素晴らしい。おしっこ、おしっこ飲むんですか、今から。おしっこみたい。徳兵衛さん、糖尿病ですね。おしっこみたい。なんか俺のだけ家少なくね。糖尿病よ。ちょっと出が少なかったかもしれないですね。出がな、最後の方ですね。ピュッ、お前少なくね。ピュッて。さあ、大丈夫ですか。さあ、それでは皆さん、テイスティングの方お願いします。はい、俺もう見て分かったよ。 A からで、もう分かるな。あ、見て分かるな。楽勝。 A からですか。みんな家から行きます。もう俺飲まなくてもいいわ、うん、すか。俺も B 飲まんでいいわ。俺もマジ B 飲まんでいい。ほら、うん、どっちを当てればいいの。こちらスーパードライの方当てていただきます。あ、分かった分かった、はい、俺も多分 B 飲まんでいいもん。分かった、行ったら、うん、マジ飲まんでいい、うん、飲まんでいい、うん、もう B なんか飲まんでいいよ。分かる、今一人アホがいるって。ゆうとくんはね、スーパードライ大好きっていつもお店の中では言ってるんで。マジでこれ A ね。俺 A しか飲んでないからね。俺も A 飲んでるだけで、もう分かる。分かる、うん。さあ、もう全然楽勝。すげー、うん、ここは飲まくても分からない、うん、はい、分かりました。全然違う。え、何が違うんですか。今日飲んだ言うたやん、うん、全然違う。あんまり尺がないのでね、うん、はい、ちゃっちゃいますよ。どっちが朝日かやな。さ、そうです。え、どっちが違うの。どっちが朝日スーパードライを、朝日を当てればいいね。あげてください。いきますよ。ちょっと待ってね。え、全然分からん。え、どうしよう。いきますよ。せーの、ドン。さあ、B 俺 B 飲んでないからね、言ってくる。朝日くんが、あ、僕 A なんですよ。A です、はい。え、これめっちゃ怖い。一番嫌だこれ。さあ、それでは匂い、匂い、匂いだ。ビト君が正解を発表してもらえますか。声だけでいきますよ。はい。ビト君、覚えてないって言いましたね。ミュカメの前の皆さん覚えてますね。正解は A でございます。やだー。俺は間違ってなかった。ビール大好き。ちょっと待って。ちょっと待って。やったー。え、嘘や。はい、A がスーパードライでございます。俺、ほんとこれ間違えたらホスト辞めると思った。あ、ほんとだ。出ちゃうや。A だね。飲んどきゃ分かった、俺も。いやー、美味しそうやな。いや、A だわ。これ、全問正解は浅木くんと龍斗くんだけ、はい、今のところ。もうめっちゃ、めっちゃ恥ずかしいね。今のやべー。じゃあこれ、A と B をちゃんと飲んで分かりますね、うん、そうやね。お、全然、うわー、マジか。俺だ、俺これあんま分かんなかったんですけど。それは、本物の中だよ。喋りながら感じが喋りながら。はい、朝日を当てればよかったんだよね。ガビリ、完成、一人目、いただきます。マネージャー、あー、綺麗な顔。なんだあれ。ね、はい、コメントの方はね、リオホストやめろとね。行きます、部長。はい、お邪魔します。じゃあまずは朝日くん喋ってねとかね、いろいろ来てますよ。いいよ。本部長に落書きなんて、本当にめっちゃ笑って書いてるじゃないですか。はい、ビト君は思いっきりカレーっていうね、はい、声も来てますから。だん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 とね、はい、ビトン君、帰りに誰かに刺されないように気をつけてね。完璧です。はい、いいですか。では本部長、どうぞ。なくない。ケツアゴになってます。あと2品ありますんで。はい、あ、待ってました。めっちゃ急ぎ、行こう。まあ、めっちゃ急ぎでね、もう5分だね。あと、あの、別に、あと、あ、もう次何、次はね、明太子です。はい、明太子、はい、ああ、もう大好き。これ、見た目で分かっちゃうんで、アイマスクつけたまま、はい、やってもらいます。わかりました。はい、はい、それではね、はい、視聴者の皆さんに、はい、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ね、はい、いきます。はい、どうぞ。はい、ちなみにね、皆様には言っておきます。一つは1パック100円の明太子、そしてもう一つは 100g 1800円の明太子でございます。だいぶちゃうよ。楽勝、楽勝、楽勝。そんなわからなかった。それでね、タイミングを測って、ね、
ビトン君が、お口の中に放り込んでいきますので。いってきまーす。いきますよ。楽勝ですわ。だいぶ違いますからね。まあ、違いが大きいです、ね。もうそんなもんわからんかったらもうこっそりやってねえって。さあ、さあコメントの方、ビトンナイスとかね、いろいろ。コメントも来てますけど、ね、皆さん。はい、うまっ。いい顔見せてくれたビールはーい、ね、ビトン君羨ましいとかいうコメントも待ってますよ。そうみんなに話しますからね。ビールしてください。俺ね、ぶっちゃけていい、明太子あんま好きじゃないんだよ。おもちろん、あげといてるよ。あそこすぎません。これなんとも言えない。はい、A ですね。あの明太子続いて B いきますよ。はい、いきます。あげてください。うん、 B です。どうもソムリエです。はい、さあこれ分かるのかなって人もね。かわいい。龍斗君と浅井君はこのまま全問正解に向けてね、突っ走ってほしいですけれども。学徒になりたい。多いんだって。だからさ、俺明太子そんな好きじゃないのよ。ね、視聴者の皆さん分かりましたか。僕ちょっと明太子が好きじゃないですよ。はい、ね、贈り物とかやめてくださいね。はい、ラスト。全然分かりません。はい、いきます。はい、あ、でもねこれ楽勝だな。うん、分かった。めっちゃ楽勝。 A と B の違いは粒の大きさかな。あれっすね、これ分からんかったらホストやめた方がいい。うん、やめろやめろ。さあ、それでは皆さん分かりましたか。もう目隠し外しても大丈夫ですよ。はい、よし、パッときちゃう。オッケー。え、高い方当てればいいやろ。そうですね、高い方の明太子を当ててください。はい、はい、余裕でくださいよ。はい、はい、やっていきましょう。せーの、ドン。B、 おお、 D は全員だ。全員が B。 さあ、それでは正解の方はこれ A やったら俺な。 B でございます。よかったー。さあ、ちょっとちょっといくよ。はい、ちょっといくよ。さあ、最後はね、ちょっと音でバレちゃう時もあるので、イヤホンの方用意しますね。あ、もうね、ちょっと準備が出ないからね。あ、こうしとこ。はい、それではね、目隠しだけしてもらって、はい、ね、皆さんにはね、正解の方を、ね、お見せしますのでね。でもまずこれ何食うか聞いてへん時点で怖すぎるけど。そう、最後だけはね、本当に、ね、特別食材なんですよ。とりあえずじゃあ視聴者様に答えだけお見せします。で、最後はね、もう特別食材、やっぱホストの皆さんはね、いいもの食べてますから。コムチョ、いいもの食べてますよね。もう俺らはね、俺らは基本いいもの食ってるよ、そりゃ。そういうことで、皆さんには、うん、じゃあ翔くんからいこうかな、はい、うわ、マジ怖い。はい、翔くん、あーしてください。はい、ビトン君入れて、はい、いきまーす。はい、大丈夫。はい、じゃあ次、はい、続いて、あ、じゃあ行きますよ。はい、じゃあ行きますよ。行きますよ。せーの、はい、あーあれ、ちょっと待って。何痛い。何なんで超痛くなる。嘘、ちょっと待ってください。ちょっとプリックして。はい。え、ちょっと待って、なんすか、怖い怖い怖い。なんだ、生涯生涯、俺も食ったって。あ、ほんとに俺も食った。今入ってる。では、マネージャー、リオさん、目隠し外してください。リオさん、みんなでやらせろや。みんな、みんなこれ映像で話してたの。てなわけで、もうね、時間があと2分ぐらいしかないんでね。もう、どうでした、最後の、あの、この、このドッキリのためにこれをしたの。え、ひどない。ひどない。落ち着いてますし。こんなんか、こんなんか、こんなんかいる。こんなんかいる。さあ、1分前なんでね。1分前で締めます。じゃあね、あの、またね、このコーナー面白かったですか。面白いっていう結構あったコメント。結構ワロータとか、いろいろ。じゃあね、あの、またね、来週もね、あの、ぜひね、こういう感じでね、やろうと思ってるんでね、あの、またやっていきたいと思います。じゃあね、皆さん、また来週、ちょっとバタバタしたけど、見てね。See you next time.
let me see yo, 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 let me see your dick fart. Let me see that pussy fart. Let me see your dick fart. Let me see your dick fart. Let me see your dick fart. お前のことが好きだけん。당신을좋아합니다よし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 